ワールドシリーズ第4戦ドジャース、ヤンキース、2024年10月29日ニューヨーク、ドジャースの大谷翔平投手、30、が29日、日本時間30日、敵地でのヤンキースとのワールドシリーズ、WS 第4戦に1番 DH で先発出場。5回の第3打席で左肩負傷後、初安打となる中前打を放った。5回、スミスがソロを放って3対5と追い上げ、 エドマンが子球を選んで出塁すると、ヤンキースベンチは先発ヒルに変え、救援左腕のティーヒルを投入した。そのティーヒルの第1球、内寄りの速球を振り抜き、中前に運んで1、2塁に後期を拡大した。続くベッツの夕頃でニッチの大谷はアウトとなったが、二塁へ果敢スライディング。怪我の影響を感じさせない全力プレーを見せた。 大谷は脱臼した左肩をかばうようにユニフォームの首元を掴み、なるべく左肩を揺らさないようにして走塁。この姿に重なったのが日本ハム時代の先輩にあたる田中健介氏だ。くしくも田中氏は NHKBS の解説者としてワールドシリーズを取材中。 田中氏は自身が現役時代の2015年に右肩をアダッきしながらプレイした際も右手を胸に当てて走る大谷と同様の走り方を見せており、当時の経験から第3戦の中継では、スイングは問題ないと思うんですが、走る時が痛いんですよ。私も全く同じことをやったんですけど、ユニフォームを持っていると肩がずれないので走っていても痛くないんですよねと解説していた。大谷もこの、 胸つかみ双方について、スライディングをしたときに、今の状態だと、左肩が外れる場合が多いので、それを防ぐためにやっていたと説明。当時、日本ハムでプレーしていた大谷も先輩の姿を覚えていた可能性もある。田中氏はこの日の NHKBS の解説でも大谷について、走るときが一番痛い。特に引いたとき、引かないように、 首元に手を置いているんだと思いますと説明。自身の体験談として走るのが痛かったですね。後ろに腕を引かないように持っていました、とし、大谷が覚えていたかどうかについてはどうなんでしょうね。10年前ですからね、自分で思いついたのかもしれませんと話した。田中氏は大谷が負傷後初めてスライディングした場面について。 ユニフォームを持っていれば肩が悪くなることはないと思うので安心ですね、と墨付き。同じく解説を務め、現役時代はエンゼルス。マリナーズで活躍した長谷川重利氏は、あの感じでも速いですね、と大家のスピードに驚いていた。